大島神殿調整地西方向を望む大島神殿調整地は、埼玉県沙手市大技都島と北葛飾郡、杉戸町大技本島にまたがり所在する調整地であり、有水池の機能を果たす。大島神殿は、江戸時代後期に開拓された農地である。もともと、阿田沼内市、倉松沼と呼ばれていた、小宅地を江戸の商人である大島清兵衛が請け負い、 周囲を堤防で囲み、その外に排水用の堀を整備するなどして干拓し、主に掘り上げ、多型式で整備された。また、排水設備として、1897年には、レンガ製の水門である大島神殿石枠が水路に設置されたが、この水門は土木学会の日本の近代土木遺産に選定されている。この地区を流れる倉松川が都市化に伴い、 氾濫したので、これを防ぐために、埼玉県が1980年に事業を開始し、1995年に完成させた。進化として干拓された土地の一部を池に戻したことになる。池と周囲の農地整備を同時に行った。その後、スポーツ施設も整備された。埼玉県の水辺再生100プランの2010年度事業箇所に選ばれた。また、 冬鳥の集団都来地となっており、北葛飾郡杉戸町では調整地周辺を含めた自然環境の整備を計画している。埼玉県議会平成22年9月、一般質問、井上直子議員埼玉県ホームページ杉戸町、杉戸人物往来、大島清米杉戸町ホームページ日本の近代、土木遺産、現存する重要な土木構造物に専選。 埼玉県公益社団法人土木学会土木、学会選定映像リスト17万43、大島新殿調節地土木学会土木技術、映像委員会杉戸町環境基本計画、に、中央地区杉戸町。ありがとうございます。